恥ずかしい話、恥ずかしい話あら、あら、まさか実は、はあ、えピザが、はい、まーちゃん、おーちゃん、パパあれ、みんなどこ行ったのかな、一緒にポッキー食べようと思ったんだけど、まあいいや、とりあえずここにポッキー置いとこうっと。いただきます。うーん、うまあれ、ポッキー食べてんじゃん。ちょっとちょっと、3人だけずるいけど、ケロピー俺も食べたい。いいの？いいよ。うん、おいしい。あー、うん、いいね、ちょうどお腹すいたから。あー、みんなここにいたんだ。みんなでポッキー食べようと思って探してたんだよ。もう食べてるよ。うまい。あ、ちょうどいいね。美味しくいただいてます。美味しい。みなさんこんにちは、ひまわりチャンネルのまーちゃんとおーちゃんとひろきとババです。イエーイ、イエーイ。ポッキーいっぱい。みなさん、ポッキーお好きですか？ポッキー大好き。イエーイ。ちなみにまーちゃん、この中にどれが好き？私これシンプルなやつ。あー、これね、スタンダードね。これ美味しいよね。おーちゃんどれ？私はイチゴ。あ、イチゴ。イチゴが一番好き。イチゴ大好き。普通でもイチゴ好きだからね。はい。ケロピはどれが一番好き？いやーね、みんな分かってないよ。これが一番うまいから。これね、アーモンドですね。私ね、それかと思った。生は極細。あ、これね。これも。これね。あのね。あー、分かる分かる。細くて、ポキ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 って食べるのがたまんないんだよね。分かる。なかなか強い。パパ？パパはね、やっぱりね、癒しに求めてこれにたどり着きました。そんな癒しのミルク、ね、癒し求めてるなんかあったの？と癒やされたい。ひまわりチャンネルポッキーファミリーになりまして、はい、はい、吉本ゆうたぬきさんからポッキーバトンを受け取りました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、はい、ひまわりチャンネルではちょっとこんな企画をやりたいと思います。その名も、せーの、ポッキー何本分ゲーム。ちょっとね、ポッキーでね、なんで笑ってんの？パウ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 俺も癒しが欲しい。ルールは簡単です。まずはね、試しにやりながら説明したいと思います。はーい。今ね、限定でポッキーの箱がこのシェアハピスタンドっていう風に取りやすくね、シェアハピできる形状になってね、なってるんですよ今。これだとみんなでね、シェアしやすいからね。ここのへこみさ、パパのこのくびれそっくりじゃん。あ、ここ？あ、王ちゃん、ここ王ちゃん、ここで分かんないな。そういう無謀な、なんか、あの、ボケやめてくれる。無謀、大変失礼しました。せーのポッキー何本分ゲームはね、ポッキーのホームページに書いてあるゲームなんですけど、ちょっとね、ホームページに書いてあるルールは2人でやるゲームなんですが、今回は4人いるので、はい、4人バージョンのルールでやっていきたいと思います。はい、はい、ポッキーを1箱用意して、はい、まずはじゃんけんで順番を決めます。じゃあじゃんけんしましょう。最初はグーじゃんけんぽい。最初はグーじゃんけんぽい。イエーイ、勝ったー。まーちゃん、ピロピー、うん、パパ、負けた。まーちゃんが勝ったから先行です。先行です。
全員で同時に箱に手を入れて好きな数のポッキーをつかみます。相手に見えないようにね。この時に掴んでいいのは1人2本まで。先行の人の合図で掴んだポッキーを同時に箱から出します。はい。その時にせーのポッキー何本分と宣言します。宣言した本数と箱からみんなが出したポッキーの合計の数が同じ場合は先行のまーちゃんの勝ちになります。なるほど。これを繰り返して2勝した人がゲームの勝者になるのが本来のルールなんだけど、はい、ここからはさらにオリジナルのルールにしたいと思います。はい。攻めの時に勝ったら勝った人がくじを引いて出たお題の話をしてもらいます。話を聞いた後にその話がポッキー何本分だったかを話した人以外の3人でそれぞれ決めて発表します。合計本数が多かった人に豪華ポッキーのセットをプレゼントしちゃいます。じゃあまあこんな話用意したのかな。最近悩んでいること。お、恋の話。いいね。家族に感謝していること。普段言えない気持ちをこの際話しちゃおう。なるほど。これは恥ずかしいな。恥ずかしいな。謝らなければいけない話。なんか悪いことしたのかな、みんな最近。最近の嬉しい話。ほう。これ簡単にもうスタートしちゃうね。最近みんな嬉しいことあった？まあ恥ずかしい話。まあ、恥ずかしい。まだ話してないじゃん。もう墓場に持っていくつもりだったのに。そんな、どんだけ恥ずかしい話。当たってほしい。そんな秘密の話。やべえな。なんか言ったらやばい話あるの。やばい。それは恥ずかしい話です。危なかった。早速始めましょう。はい、はい、はい。ポッキー何本分ゲームスタート。じゃあまーちゃんが宣言するんだからね。みんな見ないように。取らないで。あ、目つぶんの。あ、目つぶった方がいいか。じゃあみなさん用意してね。はい、はい、もう用意できました。どうしよっかな。じゃあいきます。はい、はい、せーので、ポッキー4本分。はい。あー、6本でしたね。6本でした。残念。残念。取ったポッキー食べてください。はい。お、食べていいの？いいよ。これ2本取った方が得じゃねえか。わっけー。うわー、サクサク。じゃあ次は、はい、ヒロピの番。はい、なるほど。よし、じゃあみんな用意して。じゃあ目つぶって。やっちゃいますよ。はい、せーの、ポッキー8本分。いや、そこは欲張ろ。そう簡単は勝たせないよ。おいしい。ま、はい、じゃあ次ババネさん。はい、せーの、ポッキー6本分。はい。あ、すごい。普通に買っちゃった。よかったね。恥ずかしい話待ってるから。じゃあパパね、買ったから、はい、早速話をしてもらいましょう。みんなパパの何の話聞きたい？秘密とか。恥ずかしいと話とか。秘密の話。秘密の話。やべやべ、ピリピリしてきた。秘密の話。ピリピリしてきた。ズズ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 ズ。秘密の話。何？それで大したことないやつだったらマジちょっとあれだよ。嘘つきが。恋の話。あ、出た。出た。気になるな。一体どんな恋の話なんだろう。恋の話？あるでしょ。最近恋してないんだよ。え、最近じゃなくてもいいんだよ。もう恋話してたらもうママとの恋話しかないじゃん。いや、どうそこで他の恋話出たら大問題だろう。確かにね。はい。誰？いやー、ママにね、ママに恋しちゃったんだよね。大好きになっちゃったのね。あら、どんなところね。ちょっと今ね、今変な汗かいてる。今汗かいてる。全部だね。全部は逃げだよね。うん。どこで恋したの？どこで恋？そうだね。職場恋愛？
まあ、バイト先が一緒です。そう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 、はい、そういうことです、はい、で、好きになっちゃったね。だどの辺がすごい、真面目なところとか。どういう感じだった？どういう感じ？キュンキュンする。いいでしょうか、もうそれでダメだ、ポッキーゼロ本分だよ、ね、まだゼロ本、まだゼロ本分だ、まだゼロ本だよ。もうちょっと思い出話っぽくなんかさ、いつから好きになったのさ、そうそうそう、ちょっとティッシュ。きっかけが一番気になる。きっかけ、きっかけが一番気になるのね。きっかけ、今ね、通ってんのかさ、うん、バイト終わってからね、やっぱりちょっと夜遅いから駐車場まで送ってたのね、うん。もう二人の時間できちゃったね。あ、もう、うん、タイプだなーって。で、ね、好きになったかな。なんかみんな、いまいち納得してないみたいですけど。もう、もう勘弁してこれは点数低そうだな。この紙に、今のパパの話がポッキー何本分だったかちょっと書いてください。いやー、ちょっと。ポッキー補充補充ポッキーで動いてた。パパのさっきの話が何本分か発表してください。はい、せーの、はいはいはい。あ、おーちゃんは100本分。やったー、やったー、マジで。あ、そんな、レートそんな感じ。あの、パパさ、前さ、あの、私のこと好きって言ってからさ、すごい、え、違くない、おーちゃん。まーちゃんは甘い1本分。厳しい。ピロピは5本です。まあ5本、まあ妥当なとこだね。合計ポッキー106本分でした。おーちゃんの100本がでかすぎる。じゃあ次行こう。じゃあこれはおとんのとこに。そう、これはおとんのとこに。106本勝てんのもう。不器用ですから。まあ実際不器用だったけどね。次はね、粒々いちごポッキーでやってみましょう。おーちゃん大好きないちごはね、おーちゃんです。次はおーちゃん、うん、おーちゃんが攻めの人ね。はい、お手を入れてください。おーちゃん見ないでよ。せーの、ポッキー8本分あ、6本ですね。6本の割合が多いな。確かに。いただきます。うまっ。いちご濃い、おいしい、おいしいよね。はい、じゃあ次はまーちゃん。はい、うん、せーの、ポッキー6本分おー、4本だった。じゃあ次ピロピー。はい、ピロピー、はい、よし、みんな、はい、ピロピーの話聞きたいなら、みんな分かるよね。ピロピーの話絶対聞くだ。手が侵入できないんだけど。はい、せーの、ポッキー5本分おー、おいや、なんかね、複雑。ポッキー食べながら行くと、うん、これ恥ずかしい話、はい、はい、最近の嬉しい話。あパンチないな。ちょっと前でもいい？いい、ちょっと前でもいいよ、ないなら。あの、ヒロピさ、19だから、うん、友達とか結構いろんなとこ行っちゃってるんだよ、見学にね、うん、あ、そうだね、そうそうそう、大学に行ったりね、そうそうそう、就職したりね。ちょっと前夏休みだったから、うん、それで、あの、みんないっぱい帰ってきてさ、うん、みんなで集まって、あの、遊んだのがすごい楽しかったなっていう。友達の集まりが嬉しかったね。うん、そもそも高校も別になってさ、全然遊べなかったから、それがすごい楽しかった。久しぶりにね、ピロピーの友達なんかうちに来たんだよね、うんうん、見て、おー、みんな大きくなったなって、うん、小学校とか幼稚園の時からの幼馴染の子たちとかね、うん、遊びに来てたもんね、うんうん、いいね、感動の話でした。よし、みんなこの話、はい、評価してください。じゃあみんな書けました？書けました。いや、何本分かな、ちょっとあんま手応えないんだけど。え、せーの、じゃじゃん。え、ちょっと待って、めっちゃ面白い。ポッキーパパ、ポッキー6本分。はい。マジ、まーちゃん100本分。いいんですか、まーちゃん110本分。ちょっと見えるどうなってんの。イエーイ。パパの話よりはまともだっていう話だね。だと、見たって2大好きだもん。あー、ありがとう。だから、ポッキー216本はい、これはもう優勝確実かな。前回の優勝候補がね、
今度はね、ここぽそ、はい、次パパからか。 そうだ、うん、今すぐ皆さん準備して、はい、せーの、ポッキー7本分おお7本だよ俺。おめでとう、やった。お話ししたかったよね。じゃあ行きます。はい、皆さん何の話聞きたいかな。恥ずかしい話、恥ずかしい、恥ずかしい、絶対聞きたい。いや、そうやね、もう墓場に持っていくって決まったの。恥ずかしい話、これで出たら持っていけないよ。恥ずかしい話、恥ずかしい。あら、あら、まさか、あら、まさか、え、まさか、にゃー、早く出してよ、早く言って。いやあ、恥ずかしい。いや、持ってるね。すごいな、パパ持ってるね。持ってる、持ってるね。考えさせてくれ。恥ずかしい話ね。じゃあ、ポッキー1本分考えていい。糖分でね。恥ずかしい話ね、いっぱいあるからね。いっぱいあるの？じゃあ、墓場まで持ってこうとしたやつ言ってよ。パパ、この話でピロピ超えないと。はい、それでは、パパの出ました、恥ずかしい話、はい、お願いします。あー、恥ずかしい、恥ずかしい、あれは何で落語みたいに始めなくていいから。あれは20年前の話ですね。バイトしてたんですね。バイトしてた、最後会計の時ね。はい、バイトさーって、こういう時ね、なんかうるさいんだから、うるさいんだよ、とにかく最初は合図で見てんだよ。あ、これでしょ、あの会見だなと思って、うん、今までね、そのお愛想がずっとね、ちょっとここに来て、ちょっとトバがずっと勘違いして、終わりそう、あ、終わりそうって結構最近3、4年ぐらいかな。数年前に私と居酒屋かなんかに行った時に、じゃあそろそろ終わりそうねー、そうそうそう、みたいな話で、懸命になってた。終わりそう、終わりそうじゃなくて、なので恥ずかしかった話です。はい、パパの恥ずかしい話でした。何本分かな。はい、それじゃあパパの今の恥ずかしい話、みんなポッキー何本分でしたか。せーの、はい、おーちゃんはやったー、おーちゃん全100本じゃん。ポッキー50本です。おー、高い。あ、さっきよりね。ピロピは9本。ピロピ渋い。まあでもさっきよりは増えたね、はい、159本分でした、はい、イエーイ。恥ずかしい、恥ずかしい。次、おーちゃん攻め、はい、せーの、ポッキー5本分6本だ。6本でした。せーの、ポッキー6本で8本かい。せーの、ポッキー4本分4本ちいいですか。はい、いいですよ。はい、普段言えない気持ちをこの際話しちゃおう。おお、今日普段言えないピロピの気持ちが聞きたいな。普段言えないのどういうこと。親への感謝でもいいし、家族に対してこう思ってることでもいいし、大変言えないことにたくさんあるからね。泣かしてくれてもいいよ。え、マジじゃ、無理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 。なにこの空気、ちょっと待ってよ。恥ずかしがんなよ。恥ずかしいから言えないんだよ。だからこの際言っちゃおうって。何ですか。まあ、今までほら、幼稚園から、はい、小中高と、はい、ここまでね、こんなに立派って言ったらいいのかな。大きくなれたのも、まあ、弟かんが、まあ、育ててくれたっていうさ、楽しいこととか悲しいこととかもね、こうありつつ、まあ、それが全部あって今の俺があるっていうかね、育てていただいてありがとうございます。長い。結論言うと、弟かんの息子でよかったなと、はい、いう感じです。わあ、顔赤くなってない。なんか恥ずかしいんだもん。お前の気持ちわかった。息子よ、もういい。俺もお前の息子もらった。台無し、台無しよ。なんかでも親としてこれを言ってもらえることは一番嬉しいね。なんかうるっとくるね。お前のことは産んだ悔いがない。産んだの私。例えば
人生をさやり直せるとしてもなんか子供だけは変えたくないって思ってる。うん、まあね、妻は変えたくても子供を変えたくない。やべえマジで。ジョークジョーク。ね、うん、ありがとう。あまりの、あまりのほっこりさに。ピーだね。あまりの嬉しさに、あの、ポミューを言ってた。ピロピーありがとう。はい。ピロピーです。じゃあ、今のピロピーのこの話、ポッキー、何本分でしょうか。私も何本分って書きたいわ。どうぞ。書けましたね。じゃあ、今のピロピーの、恥ずかしい話だっけ。違うよ。普段言えないこと言ったのよ。恥ずかしかったけど。確かに普段言えない気持ちをこの際話しちゃおう。ポッキー何本分ですか。せーの。あ、パパポッキー19本分。さっきのやり返し。19のポッキー、君の年の数だ。あ、なるほど。おーちゃんはポッキー1000本分。1000と5の分。1005本分。まあちゃんはポッキー1000本分。そしてママに1万本分。そうじゃママーって言ってやんわ。絶対そうやん。いや、あのゲームに混ざってないけどすごい嬉しかったからここに書いといた。ありがとう。2024。次行きましょう。これ楽しいね。次はおとんだ。せーの、ポッキー7本分。6本ね。6本。せーの、ポッキー7本分。はい。お、お、お、何人だ。次はおーちゃんの話。はい、イエーイ。おーちゃんの話聞きたいな。何が出るかな、何が出るかな、何が出るかな。え、何？何ですか。最近悩んでいること。あ、最近悩んでいること。ね、おな、おーちゃんなさるかな。おーちゃんに悩みが。最近なんか困ってることとか、どうしたらいいかなってちょっとさ、思ってることとかあるの？なんでもいいよ。ああ。おーちゃんの悩み聞きたいな。あります？あの、うん、幼稚園でね、うん、誰と遊ぼうかなって、うん、面白いあの、うん、遊びしてる人とあのなんか遊ぶのね、うん、だから今日は誰と遊ぼうかなって、うん、楽しいお友達がたくさんいて、どのお友達と遊ぼうかな、今日は誰が遊ぼうかなみたいな感じ、うん、なんか心が幼稚園児の時に戻っちゃう、まあ、一回そこにそのグループに決めると当日はそのグループと一緒に遊ぶから多分ね。そうなの、そういうもん。くら替えはちょっとできないかな。え、そうなの。ここでね、一言アドバイザーです。おーちゃん感じるな。あ、違う。逆やん。 Don't think feel。 Don't think feel。 Don't think feel。 どっち行くかなって。あ、楽しそう。例えばだから私さ、そういう感じにすぐ見つけるから。どうすっきりした今ので。ああよかったよかった。何本分かお願いします。あーしゃ、あー、おーちゃんね、悩んでる話ね。おーちゃん分に何本分から、ね、悩んでる話に何本分って、ちょっとあれかな。はい、みんな書けましたね。書けましたね。出ました。はい、じゃあ、どんな点数出るんだろう。おーちゃんの悩んでる話、何本分？ドゥ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 。そしてピロピが50万本。ちなみにみんな豪華、ね、みんなね、買えた数ね、後で自腹で買うんだからね。はポッキー51万5050本。おお、豪華揃ってんじゃん。じゃあね、ポッキー少なくなってきたからまた新しいの出してやる。おお、これ何ですか。はい、これは癒しミルク。はい、おお、ほとんど好きなやつだ。次はまーちゃんだね。はい、はーい、せーの、ポッキー6本分。はい、あ、お、あ、6本だ。おお、いや、ちょっと待って、このポッキーめちゃ重いんだけど。重い。確かにめちゃくちゃチョコついてね、なんか。まっ、まあ、癒やし。ちょっと食べてみて。うん、食べて。
おいしい。やっぱこれおいしいね。やっぱり、うん、おいしかった、うん、おいしかったね。いやへー、本当に癒やしだった。好きなやつ食べてテンション上がってるわ、うん、はい、じゃあ、うん、なんかだいぶ少なくなった。あと2つぐらいしかないんじゃないか。あ、え、なに、秘密の話、秘密ってことはまだ聞いたことない話ってことだね。そうだね。うまっ。大人好きだからって食べ過ぎ食べ過ぎ、いやし止まらん。みんなさ、よくピザ頼むじゃん。そんで私はね、ピザあんまり食べないじゃん、この中でも。まあそんなに何枚も食べない。あ、うん、実は、あ、え、ピザが、はい、あんまり好きではありません。え、そうなの。好きではない、好きではない。秘密なのそれ。そんな隠す必要ないじゃん。だって言ったらさ、みんながさ大好きなピザをあんまり頼まなくなっちゃうかな。そんなことないわ。本当に知らなかった、まーちゃんがピザあんまり好きじゃないって。なんか今日ピザだよみたいな感じだと、イエーイみたいな。それで隠してた。あ、そうなんだ。あ、嘘でイエーイって言ってたのね。知らなかったよ。こんなちっちゃい子に気遣わせたんぞ俺らは。なんて嫌い。じゃあこれからピザを少なく頼みます。頼みませんとは言えなかったね、さすがに。頼みたかった、食べたかったピザちょっとね。まーちゃんにはピザと、あとスパゲッティ頼みます。ああ、じゃあさ、今、はい、このポッキーのゲームでね、やらなかったらまーちゃんずっと内緒にしてたの。そういうことは言っていいんだよ、全然。食べ物のつもり、墓場持っていくつもりなのかな。じゃあポッキーゲームのおかげで言えてよかったね、はい、よかったです、うん、やばいなこれ。はい、じゃあ今の話がポッキー何本分だったか、はい、結構衝撃の人気の秘密だったからね。なかなかね、これどんどんみんなで秘密してしまおう。それじゃあまー、あ、ちゃんの秘密の話、はい、ポッキー何本分。せーの、じゃん。おお、あれ、タマ50万本、おーちゃん91。ええ、うーん、19くん。あ、おーちゃん19。ヒロピー50。お、万本、すげえじゃん。おお、おーちゃんね、パパさっきの話信じちゃって買いだ本数ポッキー買わなきゃいけないと思って、あー少なく買えたの。あ、そっか、ね、違うよ、パパの話あれ冗談だよ。そうパパ言わないよ。ごめん、ね、まーちゃんは100万トンで19本、おーすごい、圧倒的。はい、じゃあこれでポッキー何本分ゲームは終了です。はい、はい、はい、じゃあ優勝者を発表しますか。はい、優勝はの話のまーちゃん。おめでとう。じゃあこれが、はい、じゃあこのね、はい、豪華ポッキー詰め合わせセットをまーちゃんにプレゼントします。おー、いいやー、すごい。おー、13個目。今日からもポッキー食べ放題です。いやー、いいじゃん。ポッキー、今日はせーのポッキー何本分ゲームで、はい、みんなでね、いろんな話をしました。まーちゃん、まーちゃん、どうでしたか。どうでしたか。うん、私は話とかね、勝ったりして、ゲームもね、して、うん、引いたら、食べて美味しい感じの気持ちになりました。ポッキー美味しいでしたっていう話だね。あ、なるほど。私は優勝できて、こんなにポッキーもらえて、もう一生の幸せって思いました。まあこんだけもらえたらね。いや、ママはポッキーのおかげでなんか普段聞けない話も聞けたかなと思って、ちょっと嬉しかったですね。ね、はい、これなかったら言わなかったね。そうだよね、確かにね。もう墓場持ってきてたね。さすがに墓場の手前で出すかな、ちょっと。次ね、ポッキーバトンを回すのは山田千尋さんです。よろしくお願いします。詳しくは概要欄のリンクを見てください。はい、見てね見てね。今年はね、
令和元年だから1年ってことだよね。1年の11月11日で1がいっぱい揃う年なんで、令和最初の11月11日ポッキー&プリッツの日、ポッキーとプリッツを食べてみんなで楽しみましょう。グッドボタン押してね。チャンネル登録もよろしくお願いします。今はサイドじゃんけんぽい。皆さん、チェック出しました。勝った人は明日おいしいポッキーが食べれるかも。全部おいしいんだけど、多分11月11日も食える。バイバーイ。バイバイ。かわいいかわいい忍者だな。ポッキーポッキー忍者ドロ。あー、全部持てた。癒しのミルクありがとうございました。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。次の動画も見てね。バイバーイ。